こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブルーダスター好スタートを切りました。ヒーバーゴルフローズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヒーバーゴルフローズ花に立ちます。その後ろからはブルーダスター、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンフォードディガー、9番スペクトラム、その後ろイクタマル、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはヒーバーゴルフローズ、その外にソロフレンド、クールタフネス、そのうちに続いています。その隣にサンフォードディガー、並んで4番ミラクルショー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はフラワーパーク、フラワーパーク先頭、引き離しにかかる。2番手はブルーダスター、懸命に追いすがります。やはりフラワーパーク先頭だ。フラワーパーク先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手はリコーペガサス、フラワーパーク今ゴールイン、段違いの強さです。フラワーパーク1着、2着はビコーペガサス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはキラーマックス、綺麗なスタートを切りました。シネマレッド前に行きそうです。サンシャインチャイム、それに続いています。さらにはキラーマックス、1番メジャーレーヌ、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはキラーマックス、2番手に4番マーベラスサンデー、黒の帽子シネマレッド、その後ろその外からパラダイスブライト、並んで6番ミリオンベッド、サンシャインチャイム、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から。先手を取ったのはキラーマックス、その横にシネマレッド、その外にミリオンベッド、その隣にブルーアンバー、その外にパラダイスブライト、さらにはサンシャインチャイム、内からはアンダーキャミオン、並んで12番ハーフオン。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。先手を取ったのはマーベラスサンデー、シネマレッド、この馬もこのグループ。すぐ隣にキラーマックス、すぐ後ろにパラダイスブライト、メジャーレーヌ、そのうちに続いています。その隣にミリオンベッド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として4番マーベラスサンデー、シネマレッド、ほとんど差がありません。キラーマックス3番手。さあマーベラスサンデー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はマーベラスサンデー、マーベラスサンデー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はキラーマックス、懸命に追いすがります。やはりマーベラスサンデー先頭だ。マーベラスサンデー先頭、残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はラウンキルデア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。マーベラスサンデー1着、2着はラウンキルデア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アルーリンググルーヴ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアルーリンググルーヴ花に立ちます。その後ろからは堂島無敵、この馬も上がっていく構えです。さらにはケアレスロッキー、14番ナイトピナクル、その後ろ。それでは先頭からアルーリンググルーヴ先手を取りました。ジェニュイン、すぐ後ろ、その外に大気ブリザード、さらには堂島無敵、並んで1番ケアレスロッキー、その外からアシュカラニ、その隣にリッチエベレスト、その外からナイトピナクル、内からはプリンスキャロル、トロットサンダー、後ろから。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ先頭はジェニュイン、ここで先頭が入れ替わりました。アルーリンググルーヴ、ジェニュイン2番手に控えました。大気ブリザード3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。大気ブリザード、大気ブリザード先頭、2番手は足からに、先頭を捉えるか。さあトロットサンダー一気に来た。ここで先頭は足からに、足からに先頭、足からに先頭、堂島無敵追いすがります。足からに1着、足からに1着、2着にはどうやら堂島無敵、勝ったのは足からに、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラシアンクリフ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。リーガルパレード前に行きそうです。ラシアンクリフ、それに続いています。さらにはオートスワロー、4番ニューフルーツ、その後ろ。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはラシアンクリフ、すぐ後ろにマティアラ、さらにはリーガルパレード、並んで4番ニューフルーツ、その外からオートスワロー、その隣にジャックフォックス、バラヌール、そのうちに続いています。黄色の帽子マッハレインボー、その後ろ。すぐ隣にオールオフ、ステージチャンプ、後ろから。青の帽子フレンチウェル、その後ろ。すぐ隣にマッハディレクター、これに続くのがエルドソネット。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からラシアンクリフ、先手を取りました。ピンクの帽子オートスワロー、その後ろ。さあ先頭はまだ7番ラシアンクリフ、オートスワロー、ほとんど差がありません。マティアラ3番手、ステージチャンプ。この位置は果たしてどうでしょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はマティアラ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はバラヌール、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 マティアラ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マティアラここまでか。バラヌール外から一気にステージチャンプ、ステージチャンプ、大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。